というわけでこんばんは。今夜も心霊学校からの脱出ということで、脱出目指して張り切ってプレイしていきたいと思います。というわけで今夜も見てくれた君、あざます。で、そんな感じでですね、今夜も見てくれた君、愛していますよ。こんなことを忌憚なく言っていける面になっていきたいもんだな。グルフィンドールに10点。さあ、というわけで。今日もやっていきたいんですけれども。いやー、しかし今日も君は頑張っていましたね。勉強に部活、お仕事、そして、見てる方によっては、家事や育児だったりするかもしれないんですけれども。あとはですね、私のこの、動画を見ていただいて、ふふっとなっていただければ、幸いです。さあ、そんなわけでですね、今夜も張り切って、脱出してやっていきたいと思います。いよいよそろそろ佳境なんじゃないかな、と思ってんですけどもね。さあ、海水。第7章、終局?終局ってことはもう、さすがにこれで最終章なのかな。この板を剥がすのに使えそうな道具を探しましょう。あやこ待ってて。今私がそこから出してあげるから。助けてあげるから。泣いているの？なんで？泣いてなんかいるもんか。早く探しに行こう。どういう道具が必要なんだろうね。一通り見た気がするんだけどな。とりあえず1階にはなさそうだから2階行きますか。二階といえば二階堂さんっていう名字の方とか、いらっしゃるじゃないですか。私もああいうかっこいい名字がよかったな。二階堂とか、一条とかね、立花とかね。お、この札何なんだろうね、ずっとあるけど。本棚には放置された本がたくさん並んでいる。僕の名前を、ミュージカルみたいに歌い上げるな。僕の名前は荒木だ。わーお、荒木さんの首。いや、設定違うと思うけど。うわー、またこれなんていうんだろうね。コホロミさんかな。うわー。いや、この顔ね、毎回、なんか、見てもらってるじゃないですか。このね、おっかない顔の方。いや、これ見に行ってからね、考えることがあるんですよ。私たち、今この目の前に見てる映像しか、こう認識できてないじゃないですか。いわゆる後ろは見えないじゃないですか。この、見えない後ろにこういう感じの、刀が実は立ってることがあるんじゃないかってね。いや、それ考えたらもうね、夜道が怖くて怖くてね。さあ、2階もちょっと見ていきましょう。うぎゃー、言った様からちょっと待って、やばいんじゃないこれ。1階なのかな。あとなんか開けてないとこあったっけ。おっと、麗華さんたちはまだ起きないと。いやー、手伝ってほしかったな。でも1階もないよ。やっぱ2階なのかな。鏡とか。お？なんか音が鳴ったぞ。これなんかタップしたらなんかあるんじゃない？割れた鏡でこう剥がすとか。お？鏡が外れた。なんだこれ？これはバールのような。これはバールのようなものだね。バールのようなものか。てかこれバールじゃないの？と思うじゃん？ねえ、なんかテレビとかで、よくバールのようなものとね、言うパターンってほぼほぼ、バールだと思われてるけど、まだその確定していないみたいなね。特にバールのようなものって言うらしいんですよ。ねえ、これで早速、じゃあ、話しに行きますか。一階へ。さ、これで話せんのかな？これでいたの。もう少し、外れた。ちょっと待って。今度鎖っぽいのがめっちゃついてるじゃん。鎖が絡まっていて開きそうにない。
だよね、鎖だよね、これね。え、バールじゃ取れないの？取れないけい。まだなんか探すのかな。しかしこれレイカさんたちスパッツ履いてるよね。いや絶対スパッツ履いてるよね。お、なんだ？ハガールだ。ハガーレ。そしてバールのような罠折れてしまった。バールのような罠折れてしまった。折れるとかよ、鋼鉄製じゃないの。なんかだいぶ錆びてたとか。お、なにこれ？カッティングプライヤー？カッティングプライヤーって何？ごく最近誰かがここに隠したんだ。あーでもこれバイオハザードで見たことあるね。うん、見たことあるね。なんかバイオハザード7にこういうアイテムありましたね。なんかチェーン切る道具っすよ。いやでもカッティングプライヤーを知ってる女子高生さんってどうよっていうね。いやだってこの道具を持ってこられて、この道具の名前を答えなさいっつったら私は絶対わかんないんだけど。じゃあこれでなんか取れんのかな。もうなんかこれ系のゲームをやってる時にもうあっちこっち、ね、出た画面をタップするのがもう癖になってしまったね。いやこれもなんか脱出ゲームやってる人あるあるなのかな。よし、鎖がちぎれた。これで、お、扉が開いた。ん？ついに扉が開きました。この先に進む覚悟があなたにありますか？あなたにありますか？いいえ。なんか、霊華さん理論で、ね、霊華さんがの2階に上がるときに、ちょっと待って、階段は腐ってないかしらみたいなね。ね、ありましたんで、もう一回りして、おっと、やっぱもう一回りしてみるもんだね。これ、小杖ちゃんじゃない？扉が開いたの？わかった。私も一緒に行くわ。ちょっと待って、一緒に行くってどういうこと？さっきまで、一人で いたわけ？他、一回全部見てないかな。こんな感じなのかな。じゃ、戻りますか。あなたにありますか。まあ、小杖さんも一緒なんだ。行ってみましょう。さあ、一体何が。これクリア画面じゃないの。ここは地下に続く階段。水が溜まっていて降りられそうにない。結局何もなかったよね。何もなかったんかい。そんな。おい、しまっちゃったよ。ガチャン。何？グイフェ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 。二人仲良くそこでくたばりな。傑作さん、扉を開けて。扉開けて。何この匂い。あの用務員休校室に放火しちゃったみたいね。早く脱出するわよ。いや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 、傑作さん何しちゃってくれてんの。でもどうやって。開かない。扉を固定しているのがさっきのカンヌキなら、折れやすいように傷をつけておいたから、なんとかなるはず。カッティングプライヤーを、テコかな？テコにして扉をこじ開けるわよ。ガチャン、開いた。ほんとだ。ちょっと待って。小杖さんもなんかそんなにこう、抜け目ない人なの？いや、敵に回したくないな。戻る必要はないわ。タップしちゃった、つい。これ出ていいのかな。もう一回りしてから行きます。おっと、そうだそうだ、いたわ。二人を連れて出ましょう。いやー、危ねえ、置いてかれてるとこだった。さ、これでクリアなのかな。ちょっと待って、彩子さんとかは燃えちゃった。いや、彩子ちゃんは燃える急行車の中に一瞬彩子の姿が見えた気がした。後日傑作さんは拉致と放火の容疑で逮捕され、警察による捜査で旧校舎の焼け跡から彩子の遺体が。ちょっと待って、やっぱ探しきれなかったってこと。ちょっと待って、ちょっと待って、これバッドエンドじゃない。彩子は確かに旧校舎にいたんだ。ハッピーエンド的なことじゃなかったの。ちょっと待って、ちょっと待って、何を見ようとしたんだ。全部見た気がするんだけどな。
後悔と罪悪感が私の中でうごめいていた。しかし司法解剖の結果、彩子の死因は火災によるものではなく、それ以前にすでに死んでいたという。なんで？謎はさらに深まったが、火災後から見つかる手がかりは少なく、この事件は現在も捜査中となっている。週ノーマルエンド2。ノーマルエンド 2? ジフの鍵を入手しました。ステージ各所に貼られている赤いお札に、札？鍵を使用し、彩子の手鏡を集めましょう。すべて集めると真のエンディングを迎える分岐条件が解放されます。ちょっと待って。そしたら一周目は絶対トゥルーエンドっていうか新エンディングいけないってこと？いや、ちょっと待って、マジか。全然彩子ちゃん救ってないよ。こんなままじゃ終われないよ。いやー、そしてなんだっけ、ギャラリーにプロフィールが追加されましたって話だっけか。ステージ各所に散らばった学生証を集めよう。学生証はそんなもんあったっけ。これも2週目から追加なのかな、という感じらしいので、ねえ、このシリーズはもう少しだけ続くんじゃよ。ねえ、そんな感じでですね、もう少しお付き合いいただければなと思います。というわけで今夜もですね、いい感じに撮っておりますので、ここまでにしたいと思います。いやー、ちょっと待って、一周目絶対トゥルーエンドいけないのか。ね、そんな感じでですね、今夜もここまで見ていただいて、ありがとうございます。いやー、いかがでしたか？ふふってなっていただけましたか？ねー、いや、本当にね、いろいろとちょっと、これまだ終われなくねって感じですけれども。よかったらですね、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたします。特にですね、コメントをしていただいて、ね、ぜひ、私と、交流しようぜ。あとですね、チャンネル登録、ぜひよろしゃす週間ということで、ぜひぜひ、チャンネル登録、まだじゃねっていう君、登録してみてくれよな。他にも楽しい動画が盛りだくさんですので、きっとですね、なんでしょう、趣味に合うというか、きっとですね、気に入っていただける動画があると思いますので、ぜひね、ご覧になっていただきたいと思います。そんな感じで、今回はここまでにしたいと思います。それでは、私とはまた、次の動画、いやさ、次の夜にお会いしましょう。それじゃあまた、次の動画で。